世間話は民話における類型の一つ。民衆の生活の中から生まれ、民衆によって交渉されてきたもので、交渉文学、また民族史料の一つでもある。展示で伝聞した世間一般の当たり障りのない話を指す言葉ともなった。交渉文芸は無文字社会でも広く見られるところから、文字社会となった地域にあっても、 戦士時代から存在していたものと推定される。交渉文芸は一般に民話、信号作成、新文句、ことわざ、謎、唱えと、笑わ,わ言葉、民謡、語り物などに分類される。世間話は昔話や伝説と並んで民話の一つと考えられている。自らが主人公として狐に化かされたという類の話であり、近隣の人や親族、 親戚が主人公である場合もある。実話や体験談の形で交渉される点、昔から始まる、ホッタンクや、どんど晴れなどで締めくくる結句が持たない点などが、昔話とは異なる。昔話、伝説、世間話の違いを表にすると、以下の通りとなる。噂話は、元となる話から一人歩きして、生成、増幅する性格を持つ。世間話とは、 長期間生き残り続けた噂話が民間説話として定着したものである。昔話とは異なり特定の方がなく、伝説とは異なり、証拠や信憑性は重視されない。仮に証拠を示しても鵜呑みにはしてもらえない類の話である。ありがとうございます。